秀吉殿は天下人、物量では我が軍を圧倒しておる。故にどの隊が欠けても苦しくなるだろう。皆で生き残り、共に勝利を祝おうぞ。秀吉さえ撃てば徳川は勝てる。短期で敵陣にかけて切り込むか。いや、それでは味方の布陣にも影響が出る。考えろ、徳川にとっての最善とは。虎松、頑張って。変われるか、新入り。直政をはじめとする家臣たちの奮闘により、家康は北条真田との領土争いに勝利。甲斐信濃を得た徳川家は名実ともに天下有数の大大名となった。一方、信長の家臣羽柴秀吉は旧敵光秀を討った後、織田重臣柴田勝家も撃破。東海の雄家康と信長の後継秀吉、天下の行く末はこの二人に委ねられた。天正12年、両者は覇権をかけて激突。徳川の先方にはいつものように直政がいた。名実ともに徳川を代表する将にならんとしていた直政の心にはある変化が起きていた。新生の将、小牧長久手の戦い。最善を尽くす、それだけだ。こっちから行くで、家康殿。東の道から進み、小畑城を落とそうだ。秀吉殿から仕掛けてきたか。皆気を引き締めて迎え撃つのだ。織田信雄を失えば大義を失う。必ず守らねば。秀吉殿の前では些細なことも命取り、信雄殿のみならず
体が崩されるように強く。徳川は最善の道を貫くように味方を生かすことが必要だ。敵将討ち取った。程度では任され、俺に傷一つ残せない。お見事です。俺も続きます。うまい。いや、
どちらも負けてはおれん。全面締め、信雄殿に加勢せよ。最善の道はなせない。あの砦さえ抜けば自分に間に合うか。変わった。ここを突破されちゃ体を張った三成さんとヨキコさんが気の毒だ。承知いたしました。ここに飛び込んでくるから。味方のためだい。戦場を広く見て。だが、少し大きすぎるな。もうこっからは出られない。レモン！貴様を撃てば、いいだけのこと。押し通る。信雄を引きずり出す策はうまくいったな。俺たちは秀吉様をお守りするぞ。備えて準備をしたことは。ハイドを取って一気に突き出すし味方を救う。ハイドン。何が徳川の徳川の徳川の道か新入りにも分かってきたか。今なら簡単に落とせるかもしれない。カイドン！ナオマ、水産隊。これで戦況は好転してる。新入りもまだ悪くはない。ナオマ、水産。これでは策が台無しだろう。しかし、徳川の結束は大したもんじゃ。よくやってくれた。さあ、百人超え総攻めをかけよう。開門！赤備えに死角なし。行くぞ、敵上に切り込む。さて、新入りにばかりこれはやれ。
この程度で手はあげません。ナオマサの働き見事なものよ。長として一回り成長を遂げたな。皆と共に勝つとはこういうことか。ようやく何かを得たか、新入り。この戦の傷は格別なものとなろう。傷に格別も何もありませんよ。それにあなたはまた無傷じゃないですか。様、味方と歩調を合わせ完璧な戦をなさいましたね。は、ありがとうございます。こたびの戦、みなよく戦ってくれた。中でも直政、お主の働きは見事であった。はい、皆様のおかげでようやくわかりました。徳川にとっての最善とは何か、特に忠勝さん、今までの数々の無礼、平にお許し願いたい。新入り、どうした、熱でもあるのか。いや、熱のせいであのような戦ができたのか。熱があったら戦えませんよ。少しは褒めてくれてもいいんじゃないですか。直政様の言う通りです、父上。さあ、仲直りの握手を。この程度で満足しているのか。ダメすぎる。武具の手入れをせねばならぬゆえ、ごめん。直政様、父はあれでもあなたのことを認めて。いいんです、忠勝殿はああでなくては。認めてもらえたんですね、虎松。はい、母上、いろいろご迷惑をおかけしました。ああ、これでもう安心です。すべてを任せてもいいですよね、虎。いえ、直政さん。はい、井伊家のことはこの直政にお任せください。それから無理に直政と呼んでいただかなくても、俺は当主になっても母上の息子ですから。ああ、なんていい子なんだろう。ドラムツ、思いっきり抱きしめても。ダメです、ダメすぎます。